構想がちょっとだけある。いやー、ハーブがちょっとだけ余ったんだよね。レストランではよくあるんだよ、こういうの。どうしたらいいかわかんないからね。本買ってきてよ、本。ちょっとね、この本読んでね、なんかいいアイデアないかなと思ってね。後藤シェフの本だよ。おお、おめでとうございます。普段着フレンチ。ちょっとね、本を見てね、今日はね、いい料理見つけたんだ。チキンステーキ、オニオンバターソース和え、ソースがけか。なんかね、すごい簡単でね、美味しそうでね、シェフのテクニックが満載そうでね。これにしてよ。材料はね、鶏もも肉、ちょっとだけあるハーブ、玉ねぎ、バター、白ワイン。まず鶏肉に塩をして10分間置いてなじませるって本に書いてあった。はい、あくまで今日はね、本の通りにやるから。玉ねぎは粗みじん切り。玉ねぎって4分の1をみじん切りにするのってめっちゃむずいよね。粗いよ。たまに本を読み返す。そうしないとね、嘘になっちゃうからね。そうそう、後ろにね、おわっつこれローストチキンの人形。ローストチキンね、ローストチキンじゃないけど、チキンのね、ステーキだからね、ローストチキンの人形置いてよ。浮き出た水をよく拭き取ってオリーブオイルで焼いていく。ここがポイント。身側から焼くって本に書いてあった。身から焼くと身がキューって縮まってね、皮がね、すごいピーンと張るんだよ。だから焼きやすい。なんとなくローストチキン鳴らしてみて。ラララララララ。お、見て見て、いい感じにさ、ピンピン張ってきたよね。もう皮がね、かぶってるよね、鶏肉にね、いい感じに。そしたらピンと張ってきたら裏返して皮側を焼きます。これを3回ぐらい繰り返す。今肉をこうやってね、つまんでるのは、こうすることによってより皮が張って、皮を焼きにくいところも焼けるようになるっていうね。なんで押し付ける必要はないんですよ。押し付けると肉がね、ちょっとぺちゃんこになるっていうか、肉の水分が抜けちゃってふっくら焼き上がらないって本に書いてあったよもちろんね、僕もそう思ってますよ。こんな感じにキュッキュッキュッとね。これね、僕もね、お店でもやってますよ。そのままやっていくとね、すごいムラになっちゃうんだよ、焼き色が。だから僕はというか、この本には書いてあったっけなあれ、ひょっとしたら俺のオリジナルかもしんね。まあいいや。ローストチキンをね、かぶるよ。ニューヨークで買ってきたんだ、このローストチキン。キャリーケースパンパンにしながら帰ってきて、キャリーケースの中でこいつ動いたらどうしようかと思ったけど、そうこうしている間に肉が焼けました。なんとなくね、音でわかるんだよね。焼けてきたぜーって音がして、おー、
そっくりな焼き色じゃないですか。やべえ、かなりそっくりな、本にそっくりな焼き色。うん、ステンレスのねフライパンだからね、ちょっと焼くの難しかったけどね、そこはプロとして頑張ったよ。うん、皮を焼いているときは身側が休んでいて、肉がね、肉を焼いているときは皮側が休んでるっていう、それでじっくりじっくり火を入れるっていう方法です。なので両面3回ぐらいずつ焼くとちょうど火が入ります。そしたら余分な油を捨てて、そこに玉ねぎを入れます。はい、ちょっとね、僕はねこのステンレスのフライパンだから、特にね鍋底に美味しい美味しいね旨味があるんで、それをちょっと溶かし込もうかなと思います。テフロンのフライパンだと多分ここまでね、あの鍋底に旨味へばりつかないから、もう少しあの白っぽい味わいになると思います。白っぽい味わいというか、焦げがここまで溶け込まないので、はい、それは好みの問題ですね。はい、それで少し煮詰めて、なおかつ肉を休ませている時に出てきた肉汁を鍋に戻し入れます。そしてバター、はい、少量加えてバターモンテと言われるね、はい、ちょっとバターを加えてソースにとろみをねつけていきます。うん、これはね美味しいよ。ちなみに塩ですけど、鶏肉に結構塩をして、結構その塩があのフライパンにつくんで、あまりする必要もないかなと。はい、ちょっと足りなかったらね、この時にね塩してください。そうそう、ちょっとだけハーブがあるから作ったんだけど、ちょっとだけハーブが足んなかったんで足しました。なので香草がちょっとだけあって、ちょっと足りなかったからちょっとだけ切るっていう動画ですね。はい、うん、あんなんじゃ足りないよ。盛り付けします。盛り付けもちょっとね、本の盛り付けをね、なんていうのかな、参考にして持ってみました。仕上げにちょっと粗い旨味のある塩を振りかけて出来上がりです。できました、チキンステーキ。どうですか、クリソツでしょ。うん、特にね肉の焼き加減。はい、じゃあいただきます。はい、普段着のフレンチね作っちゃったよ。普段着のフレンチ、はい、これね、うん、チキンステーキいただきます。お、いい音。ジューシー。どうですか、このツヤ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 だね。ダメ、完璧じゃないですか。本当にね、普段着フレンチって書いて、後藤さんの本のね、通りに作ったらめちゃくちゃ美味しそうになったよ。うん。いやー、これはジューシーだな。パリパリのパリで、身が全く潰れてなくて超ジューシーだよ。おほこれはこれはこれは、うん、最高の目、うん、なんか玉ねぎと白ワインを入れて煮詰めるだけで、あ、こんな簡単でいいんだ、こんな普段着でいいんだって感じですよ。うん、めっちゃうまいわ。こうやってね、ちょっとねサイゼリアのあれに似てるよね、
なんだっけ、ディアブラ、うん、今度あのこの本持ってちょっとあの後藤シェフ のお店に突撃しようかなと思ってます。はい、そしてちょっとね気の利いたサインでも書いてもらおうかなって思ってますんで、後藤さん行きますから。はい、この中のこの普段着フレンチ僕に作ってもらうんでよろしくお願いします。ごちそうさまでした。お仕方です。